カイ A-18E イスーパーホーネットジョージ・ワシントンに着艦するベフ二十七所属のカイ A-18E イ a 十八 e F はマクドネル・ダグラス社が開発したカイ a 十八 c D ホーネットの発展がたまるチロール機会 a 十八 e F とは本シリーズの総称でありその内容は短座型のカイ。 A-18E と複座型の回 A-18F からなる。愛称は、ホーネットを超越しているという意味を込めて、スーパーホーネットに変更された。A 型から D 型までのレガシーホーネットと識別するために、ライノという愛称を無線でコールする際に用いている。レガシーホーネット、ライノともに非公式な故障でもある。回 -14B と回。 A-18 海海、A-18EF は第4.5世代ジェット戦闘機に分類される戦闘攻撃機である。A-12 の開発中止を受けて既存の海、A-18 の基本設計から全面的に再設計することで開発された。航続距離や兵器搭載能力の向上を図り、 機体の大型化やステルス性を考慮した設計変更が行われた。アメリカ海軍への納入は1999年から開始され2001年に海 A-18E 海が IOC を獲得しアメリカ海軍の F-14 艦隊防空戦闘機を更新する形で配備が進められイラク戦争などの実戦に参加した。アメリカ海軍のほか。 オーストラリア空軍でも採用されている。アメリカ海軍は1963年から運用を続けていた A-6 艦上攻撃機の退役における後継機選定のための ATA 計画において、マクドネルダグラス社とゼネラルダイナミクス社の共同計画案を1987年末に A-12 として本格的に開発を開始した。 スーパーホーネットの原型機となった在来型ホーネット、この A-6 後継機が選定されたのと同じ1987年に、マクドネルダグラス社では海外への輸出を主眼に、カイ、A、A-18CD を発展させた、ホーネット2000開発を計画している。カイ、A、A-18 の原型機である UF-17 は、ノースロップ社独自の社内開発計画であった。 P-530 コブラで空軍の軽量戦闘機計画に応募したものであり、ホーネット2000では胴体と翼面の大型化や高出力エンジンへの換装によって性能向上を図るものであったが、結局この計画は各国からの関心を集めることはなかった。1991年初頭になり、国防総省は開発コストの高騰やスケジュールの遅延に機体重量の増大。 冷戦終結による国防費削減などを理由に A-12 開発計画を中止した。A-12 とは別に A-6E のアップグレード型の A-6F も開発されていたが、こちらも予算などの問題から開発が中止された。2つの A-6 後継機開発計画が中止された結果、アメリカ海軍は別の開発。 調達計画を必要とした。1992年5月、アメリカ海軍は、コーネット2000をベースにした海 A-18 発展型機採用の移行を表明し、結果としてこの機体が海 A-18EF となった。アメリカ海軍は採用移行を表明するのに先立ち、エンド段階移行のために、マクドネルダグラス社に対する地上試験用の産地と、 飛行試験用の短座型5機、複座型2機の製造承認と、ゼネラルエレクトリック社に対する回、A-18C、D 搭載の F404 の発展が高い414、エンジンの開発承認を与えた。1995年、飛行試験用の短座型1号機が完成し、同年11月29日に初飛行した。 1996年4月1日には福座型1号機が初飛行している。その後の各種試験を経て、1998年12月18日に、量産型の海 A-18E 初号機が海軍に納入され、2001年に海 A-18E 海が初期作戦能力を獲得した。海 A-18EF は海。 A-18C、D を改良し大型化したものであるが、多くの変更の結果、C、D 型と E、買い方の共通部品はわずか1割程度となった。E 型は単座型、買い方は複座型である。在来型買い A-18 からの主要な変更点を以下に示す。買い、A-18D と買い、A-18F の比較。全長は、 海、A-18 の17.07メートルから18.38メートルへと延長され、レドームも大型化している。主翼、尾翼、ストレーキなどといった翼の面積も拡大している。主翼面積は海、A-18 の37.2平方メートルから46.45平方メートルとなっており、相談翼の面積も拡大されている。 エアブレーキは、後部胴体背面から左右のストレーキ上に移設され、主翼化ハードポイントが1箇所ずつ増加している。これらの変更によりアビオニクス用スペースの増加、機内搭載の燃料タンクの容量増加による、航続距離の延長、運動性の向上などを実現している。その一方で、機体の大型化と翼面積の拡張などによって加速力は、 在来型と比べ低下しているともされる。しかし、機体の大型化の一方で、D 型までにあった垂直尾翼間のエアブレーキを排出するなど、機体の装備品数は AD 型より減少している。以上により、回 A-18E、回、e、の機体規模はかつて大型戦闘機とされた回 -4 戦闘機すらを上回り、空気重量では回 -15E に匹敵する。 最大離陸重量でも、大重量の可変翼を備えた、純粋複座型の F-14 に迫るものとなっているため、もはや球砲ネット及び原型機の UF-17 のコンセプトである、軽量戦闘機にカテゴライズされる機体ではなくなっている。海 A-18CF、A-18E 在来型では、楕円形であったエアインテークの開口部が、 ステルス性を向上させるために平行車変形状に変更されている。回 -14 や F-15 の二次元型やインテークのような断面積可変式ではなく固定式のままであり、在来型同様に超音速性能を重視しないままでのステルス性考慮のための変更である。正面解 A-18AD の F404 から その発展型である回414へ変更されている。このエンジンは完全自動化デジタル式電子制御システムを備えることで水力制御の自動最適化が達成されている。ただし、エンジンサイズを拡大せず、高水力化するために排気速度を高めたせいで、かねてより騒音が大きいとされていた回404よりもさらに大きくなり、開発国アメリカでは、 訴訟にまで至った。また、ステルス性向上のため、吸気ファン前方に、レーダーブロッカーを装備している。海 A-18E のコックピット。レーダーは、アン、APG-65 から、サイズや重量をほとんど増加することなしに性能を、向上させた、アン、APG-73 に変更しており、より高性能なアン、APG-79 も、 搭載可能としている。アン、APG-79 は、アクティブフェーズドアレーレーダーで、同時処理が可能な目標数が、アン、APG-73 のおよそ倍となっており、限定的な電子妨害にも、使用可能とされている。その他、アン、アスック -228 アッテフラーの、傾向能力や、運用可能な並走の種類が増えている。 イラクでのサザンウォッチ作戦において、ベフ -115 イーグルス所属機が、海 A-18E として、初めて実戦に出撃し、イラク軍の地対空ミサイル陣地に、統合直接攻撃弾薬を投下している。ベンガル湾上空で両機の海 A-18E に、空中給油する海 A-18 海。退役するか6 d s 3 b の、 大体として空中給油機の役割も果たせるようになっている。プローブドローング方式が採用されており、エアリアルリーフューリングシステムと呼ばれる造装を装着することで内部タンクと合わせて最大2万9000ポンドの燃料を搭載することができる。複座の F 型、海 A-18EF はアメリカ海軍、オーストラリア空軍で運用されている。 その他いくつかの国の次期戦闘機計画で提案されたが、いずれも他の候補に敗れている。アメリカ海軍の海、A-18E オーストラリア空軍の海、A-18 海、フィンランドアッテフラー、ハードポイント搭載兵器ハードポイント11箇所、並走搭載量 8051kg など。ありがとうございます。